はい、こんにちは。連立三元。まあ、これがあるんで、二次っていう分類ですかね。これがなければ、連立三元一次方程式で、それは中学入試でもよく見かけるやつで、お祭りの屋台で焼きそばとたこ焼き買ったらいくらでした。焼きそばとおでん買ったらいくらでしたと。で、おでんとたこ焼き買ったらいくらでしたっていう問題は、予習シリーズにもありますけど、それだったら、X プラス Y が何とか、Y プラス Z が何とか、Z プラス X が何とか、だったら、これはもう、縦にドンと足せば、全部 X も Y も2個ずつ出てきて、で、まあ、これがいくつかと。そしたら、X プラス Y プラス Z が、まあ、これの半分と。で、まあ、あとはこれとこれ1個ずつ見比べていけば、すぐ出ちゃうっていう問題があるんで、まあなんかつい足したくなっちゃう気分にはなるんですが、これは足しちゃっても、まあ、X プラス Y プラス Z が2個出てくるんですけど、これ足して、でしかもまあこの足した数が全然うまい話にはなりそうもないんで、これ足すのはどうもうまくなさそうと。じゃあ、どうすんの？で、1個ずつ消していくっていうのはちょっと大変そう。で、この、式、例えばこれだけ見て、これもしもこの式で、XY 整数ですよって言われたら、ああ、例のやつねっていうピンときませんかと。まあ、これ以下全部同じで、これ全部もしも整数だったら、もちろんこの問題整数とは限りませんが、もしも整数だったらという指示があったら、これ、この式1個だけ見たら、因数分解したくなりますよね。で、この左辺を無理やり因数分解するには、X と、y が出てきて、で、1x が欲しいからプラス1。1y が欲しいからプラス1。ですから、この辺が別に2とか3とかでも、もう無理やり因数分解できます。で、まあ、この場合はもう単純1と1。で、そしたら、1×1 の1なんてないから、マイナス1して、で、26と。で、まあ、この1を移行しちゃえば27と。いう感じで、因数分解はできて、もしも整数だと言われたら、ああ、かけて27の組み合わせか、なんていうふうに考えるんですが、2番目式の、2番目の式も3番目の式も全く同じように因数分解できますよね。y プラス1と z たす1が、1増やせばいいから42と。この辺の41っていう数は素数であんまりいい数じゃないし、26も、まあ 2×13、そんな大していい数じゃないけど、こうなった瞬間なんか数として良さそうですよね。まあこれはまあ5の3乗でもともといい数ですけども、1足したらどうなるかと。z プラス1、x プラス1っていう因数分解するとこっちが126なんだよね。そうすると126は 2×63 は7×63 だから 9×7 とくればこれも全部素因数分解しちゃえば3乗か。どうなりますかっていうと、今度は足すんじゃなくてかけたくなりませんかと。でんとかけちゃうと、x プラス1は2個だし、y プラス1も2個だし、z プラス1も2個で、これ全部かけると、2が2個に、3は3、4、5、6個。で、7は2個と。これ全部偶数上なんで、これ平方数です。左辺も平方になってます。ということは、x プラス1、y プラス1、z プラス1は、まあ気をつけなくちゃいけないのはもちろん、プラスマイナス2、3の3乗7ですと。で、そしたら、さっきのあの、足し算の時と同じで、これが出た後にもう一回上と見比べてみると、ああ、こうかと。じゃ、x から出したいから、x が入ってない。これがいけますか？これ。これ。で、割り算してやればいいと。y プラス1、z プラス1っていうのは、2、3、7ですよ。だから、約分されて、x プラス1がプラスマイナス2と3が1個に7が消えるから3が2個だから9と。じゃあ同じように今度は、y プラス1を出したければ、y が入ってない。これで割ってやればいいんで、z プラス1、x プラス1っていうのは、2、3の2乗7だから2と3が2個と7が消えるから、プラスマイナス3と。で、z プラス1は同じように、今度は、これで割ってやればいいから、3の3乗で割るから、これがドンと消えて、プラスマイナス14と。じゃあ、x は、
8とマイナス10。で、y は、2とマイナス4。で、z は、13とマイナス15で、で、xyz の組としては、こう、適当に組み合わせられるかっていうと、そうはいかないですね。x が8の時に、8。y が、こっちだと、マイナスになっちゃって、プラスとマイナスでマイナスになっちゃうから、それはダメなんで、8だったら2。で、これでちゃんと、9、3、27になってると。で、その時にもちろん、こっちの関係でも、z がマイナスになっちゃうと、やっぱり掛け算してマイナスになっちゃうから、もう、この縦の組み合わせ同士ということで、8、2、13と、マイナス10、マイナス4、マイナス15の2組が答えになりますと。で、以上です。ありがとうございました。